はい、皆さん、こんにちは。カンナと申します。ではね、ホットランドに着きましたんで、アルフィー宛てに手紙をね、届けようかなって思うんですけども、アルフィー。下の隙間から手紙を入れる。ダメ!もう少し懐で温めておこう。え?郵便受けがない。下の隙間から手紙。はい、入れる。ドアの下から手紙を入れてノックした。え?どうしよう。また手紙が来てる。読みたくないよ。外に戻しちゃおうかな。読めよ!なんで?ダメだよね。いつまでもこんなことしてちゃう。よし、読もう。ずいぶんしっかり封がしてあるな。え、なにこれ?え ?What?What?What? おお!ちょっとどういうつもり?いたずらなら。え、どういうこと?これあなたが書いたの?いや、違う。証明がなかったからわからなくて。え?嘘?どうしよう?嬉しいな。え?あなた手紙だとその、ちょっと雰囲気違うな。え、なんて書いてあった?それに意外だった。私あなたにひどいことしたから。お、許してもらえないと思ったのに?え?こんな手紙をもらえるなんて?しかもこんなに情熱的な内容で。え?わかった。え?じゃあそうしよう。え?あなたへのせめてものを償いにいいよ。私、あなた、は?いや、私デートしたなんか言うてないんやけど。え?いいよ。私あなたとデートする。は?デートスタート?え?案内以上にデートしたくないんやけど。え?ああ、ごめん。え?支度が終わらなくって。え?ちょっと待って、一気に熱くなった。一気に汗かいたわ。ちょっと、なんか変な汗かいてたぞ。どうかな?この子、友達に選んでもらったの。その子ね、すっごくおしゃれでね。なんでもない。じゃあ始めようか。デート?スタート。ああ、待って、なんやねん!私、デートはピクルスだけとやるって人生で決めとうから、私浮気できないんです。やっぱりまだだった。え?デートストップ?おい、しっかりせよ。デートやろ。デートぐらいビジッと決めなあかんで。そんな失敗なんか許されるくと思っとんか。ほんま、初めてのデートやろ。初めてのデートでな、失敗を許されへんぞ。ちゃんとビジッと決めてから準備をしていく。それからね、何回かデートを重ねてから失敗はしていってもええ。最初のデートで失敗したら振られる可能性があるぞ。気をつけろ。その前に愛情メーターを上昇させるアイテムをあげるね。そうすればデートの成功率が上がるんだよ。知るかい。そんなアイテムでよ、デートの成功率が決めんじゃねえよ。デートの成功率はよ、お互いの心と心だろうがよ。そうだよね。大丈夫。ちゃんと用意してきたから、そういうわけじゃねえんだよ。こんな日のためにいろんなプレゼントを準備しておいたの。まずはこれ、メタルアーマーポリッシャー。いらねえよ、そんなもん。あなたには必要ないかな。あ、でもくれるならもらう。ありがとうございます。でもね、あ、ほら、鱗用の防水クリームもあるよ。それどこ塗るんすか?鱗よ?鱗ないぞ、私。うん、それじゃあこれはどう?魔法の槍をリベアキット、何を言ってるんですか?あなた。やっぱりアイテムなんかいらない。そう、いらないんですよ。はい、早くデート始めましょう。はい、はい、心と心があればね。はい。そうそう、デートするよ。はいはいはい、しましょう。あなた一体何持ってんだ?何するの?どこ行く?どこ行こうよ。な、遊び行こうや。な、聞いた?遊び行こう?一緒にじゃあデートやったら。何?あなたは?はい。はい。アニメ好き。やべえよ。一緒にミュウミュウ見るんか?ミュウミュウ。キスミュウ2見るんか?はい。本当私もだよ、知っとる。めっちゃ汗かいとくよ。大丈夫?このアルフィ。ねえ、どっか出かけようか。そうね。でもデートの時ってみんなどこに行くのかな?一緒におうちデートでさ、キスミュウ2見たら?そうだ。はい。ゴミ捨て場に、は?着いたよ。え?ここへはアンダインと一緒によく来るんだ。へえ。いいものがいろいろ見つかるの。うんうん。アンダインってね、本当に、え?嘘?アンダインがいる?あなたとデートしてるとこ見られたらどうしよう。なんでって?それは、大変な、なんででしょうね。なぜダメなのかしら。あれ?なぜ?こんなとこにいたのか。例の、あれだけどな、やっぱり。お前が届けない方がいいと思ってさ。自分で届けるよ。だから返せ。あんだよ、服装かっこええな。かっこええ姉ちゃんやね。はぁ、持ってない。ぬわぁ!で、あいつには会えたのか?会えた、会ってない。震えてますね。これどうしよう。会えたよ
たよ。そうか。なら、この辺りにいるはずだな。あの、ゴミ箱の裏っすよ。助かったよ。もうちょっと探してみる。オッケー。びっくりした。多分もうバレバレだよね。私、アンダインのことが、その好きな、おー、マジか。まさかのユリ展開。ごめんね。あなたの手紙を読んで思ったの、あなたとデートごっこをしてみるのも楽しいかなって。そうすればあなたの誘いを断らなくて済むし。なんかこんな風に言うと余計ひどく聞こえるね。うん。本当にごめん。私またやらかしちゃった。不器用なのかな？私が本当にデートしたい相手はアンダインの、うん、知っとる。だけど私私なんかには手が届かないから、別にあなたがダサいって意味じゃないよ。あ？ただアンダインは堂々としてるし強いし面白いし、それに聞こえ私は何の取り柄もないでしょ。まあ確かにな。ただのペテン師だもん。まあ確かに。王室所属の研究者だけど、私の研究のせいでたくさんの人が不幸になったし。え、そうなの？アンダインにはいっぱい嘘ついちゃったから、私のこと立派なモンスターだと誤解してる。でもアンダインと特別な関係になったら本当のことを知られて、当たり前だよな。当たり前だよな。お互い真実を打ち明ける、嘘をつき通すよ。真実を打ち明けなきゃダメです。あの、嘘をつきまくっとって、嘘をついた関係は良くない。あの、ほんまの恋愛じゃない。あの、絶対いつか素が出るから、あかん。それはあかん。もうな、最初からもう素のまま、ありのままの自分で向き合うことが大事、恋愛は。んで、もうね、自分の性格もそのまま猫を被らずに出会、あの、恋愛はしていく。それが大事。嘘を被ってはいけません。猫かぶっちゃいけません。そんなのね、いつか素が出てその時になはってなって、おめえそんな性格やったんかって言われて、あってなって、そっからねちょっとドギマギマギマする可能性があるから、最初からねありのままをで追って、ありのままの自分を好きになってくれる人と付き合うのがいいんですよ。よし、猫かぶっと自分を好きになるやつなんかいらん。よし、真実を打ち明ける。真実？でもそんなことしたら嫌われちゃう。アホ！そんなんでな、恋愛うまくいくと思っとんか。このままの方がいいんじゃないかな。へぇ、アンダインも私も気づかない。そういう関係がええならまあ、好きにしたらええんちゃうって思うけど。でも本当のこと違えたら二人とも不幸になるよ。自分に正直に生きろってよく言うけど、私はその自分が嫌い。それを受け入れてくれるんじゃない？あなたアンダイン素敵って思っとんやろ。アンダインっていう人が素敵ならば、そういうのも受け入れてくれる人なんじゃない？そういう人やと思っとるやろ、絶対。思っとるから好きなんやろ。ほんまに。分かってる、あなたの言う通りだよ。毎日怖くて仕方がない。みんなが本当のことに気づいたらどうなるんだろうって。みんなショックを受ける、私のせいで。でも自分でアンダインに打ち明けるなんて、そんなの無理だよ。そんな勇気ないもん。絶対うまく言えっこない。練習する、どうやって。ロールプレイしよう。ロールプレイですね。選択肢1個ですね。まあ私も1周目でアルフィーのまあ、嘘をね、知った時はショックでしたし、2週目でアルフィに冷たくしましたよ。はい。あ、全部嘘だったのかと。だから、嘘をつかなければよかったんですよ、最初からね。最初からね、真実のままでいてくれれば、それを受け止めるさは。嘘をつかれたのが私はショックでした、かなりね。はい。ロールプレイしよう。ロールプレイですね。ロールプレイしよう。え、ロールプレイ？RPG やんけ。そっか。それならもう、ちょっと楽しいそうかも。じゃあ、どっちがアンダインやろ？自分がやるね。君がアンダインで。難しいな。私がやるわ。私アンダインするから。うん。だよね。あ、トリマン、あんたがアンダインしてどうすんねん。おはん、うん、うん。アンダインさん、お元気ですか？あ、元気です。あ、かわいい。いきなりかわいいねはなくないって。コントローラーぶつけたわ、すごいね。お元気ですか？あ、元気です。あはは、は、そうですよ。そうですか。それは良かったです。実は今日は、ちょっとお話ししたいことがありまして。はい、何ですか？ここでキス！アホ！いや、まあ、セーブデータ分け取ったらもしかしたらアホみたいな選択肢を私は選んでます。はい、何ですか？私、実はあなたにちょっと嘘をついてて、本当はね、もうやっぱね、アンダイン、聞いて。おお、私、あなたに気持ちを伝えたいの。おいいね。あなたは強くて勇気があって優しくて、いつも私のオタクっぽい話にも付き合ってくれるし、いや、その時点でもう、
ええやろ、素敵やん。いつも私を喜ばせようとしてくれるし、私の邪魔をするやつを、はみんなぶっ飛ばすって言ってくれる。うん、案内。私もう頑張りいけない。あ、オーバーヒートしますね。あんたのことが好きで好きで止まらないの。はい、お願い案内。私を抱きしめて、あい、ギュッギュッギュッ。あ、はぁ、なんてね、あんなに多分こっから違うの。あれ、おい、ちょっと待て、今日の服すっごい可愛いぞ。どっか出かけて、出かけるのか。あ、え、お前たちひょっとしてデート中か。え、じゃあそんなわけないじゃないですか。あなた、あのアンダインはあのアルフィーとくっついて、ほんでピクルスは私とくっつくんですよ、わかります。そう、じゃなくて、違うの。っていうか、デートだった、でもで、デートじゃなくて、アンダインとのデートのロールプレイをしていたんですよ。なんだって?聞いて!お!いいね!いけ!いけ!あのね、アンダイン、私ね、あなたにずっと嘘をついてたの。嘘?何の話だ?何って、何もかもだよ。早い、読めない。読めない。アルフィ、私アンダインの前ではカッコつけたくて、頭が良くて生きてる子だって思われたくて、ダサいオタクだって思われたくなくて。アルフィ、あ、なでなでしとる。私アンダインのこと本当にカッコいいなって思ってるから。あ、キュッてた。アルフィ、アルフィ、もういいや、もういいんだ。あ、お、バッシーツ、よく聞け、アルフィ。私もお前のこといいなって思っているぞ。だがこれだけは分かっておいてほしい。今お前が言ったことはほとんどどうでもいいことだ。お前が子供用のアニメを見ようが、歴史の本を読もうが、私にとってはどちらもオタクコンテンツに変わりはない。私はな、お前の研究熱心なところが好きなんだ。それが何の研究だろうと、お前は必ず全力で打ち込む。いつでも 100% の力で力を注いでいる。だからもう私に嘘なんかつかなくていいんだよ。オラミ言うてやん、キャンダインがな、こういうやつなんやって、アルフィよ。お前、最初っからそう言ってたって、お前からお前くんね、お前。私以外の奴らにも嘘をついてほしくない。お前が自分を好きになれるように協力させてくれ。ちょうどお前にぴったりの訓練もあるしな。最高やん。アンダイン、本当?あなたが私を訓練してくれるの?私が?まさか。え?いや、あかん、あかん、無理、あかん、あかん、それを、いや、あかん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 て、あかん。いやいやいや、ガガ。ピクルスは、私専門。え?さあ、骨の準備はバッチリかな?さあ、骨の準備はバッチリかな?自分のいいところを叫びながら、工程100ジョギングだ。よーし、タイマーオンすぞ。あ、何?あ、私が頑張るね。あ。あ?今のアルフィの話、嘘だよな。アニメも漫画も。あれは全部現実のことだろ。頼む、アニメはフィクションじゃないと言ってくれ。アニメは本物、アニメは難しいな。あの逆曲が荒ぶってますね。アンダイン荒ぶってますね。本物、本物にしとくか。アニメは本物。やはりな。待ってるよ、巨大な剣魔法使いのプリンセス。そのアルフィのこといろいろありがとな。本当に言いたかったことは言えずじまいだったけど、多分あの子はもう大丈夫だと思う。それじゃあ私もあいつらに合流するよ。またな。ああ、ここかい、ここやったんかい。ちょっと電話しようぜ。トリエルは出えへんから。その花は、ある日突然ここに生え始めた。おそらく知能が備わっているんじゃないかと。あ、なるほど、こうやっていろいろ教えてくれるのに。あざす。
というわけでね、戻りましょう。めっちゃなんかいろん、なんかこんなゴミして、あ、そっか、ゴミがあるとこ行こうっつったもんな、あの人な。ちょっと行きましょうね。戻ろう戻ろう戻ろろろろろろろおろろろろおろろろろろろ、あら、スヌーピーおらへんやん。しん、あ、もう、あ、あの、その、お礼様を心から信用している。お、してます、当たり前です。大いに結構だ。実はアルフィーとの訓練が早く終わって、ぶっちゃけ本当にびっくりするくらいすぐ終わった。だからアルフィーは家に帰らせた。ん？うんうん。アルフィーはもうすっかり家に帰ってるはずだ。うんうん。何が、え、デートの、え、で、え、ちょっと待って、やべえ、ちょっと、デートの誘い、何が言いたいか、え、どうしよう、いいんですか、え、いいですよ、あの、何が言いたいかというと、別に深い意味とか、ちびっともないんだけど、何、やだやだやだ、恥ずかしい、いや、どうしよう。貴様も絶対行ってみた方がいいと思うな。え、行く？どこに？アルフィーのラブに？あ、絶対なんかいいことあるとしか思えないもんね。いやね。え？で、デートちゃんか？ちょ、私の枠を返すよ。え？デートのお誘いじゃなかったの？早くさ、終わった、アルフィーとの訓練がさ、早く終わったからさ、ちょっとデートしませんか？的なさ。え？はい、すいません。途中でね、お電話が入ったって。お電話がかかってきたから、はい、再開します。どこ行くんやったっけ。ホットランド、ホットランド行って、アルフィーのとこ行く。ちょっと待って、電話が思ったより長かった。どこまで行ったっけ。ちょっと待って、ピクルスからお電話がかかってきて、で、あれか、あれね、なるほど。デートの誘いやと思ったけど、デートの誘いじゃなかったという感じで、ほんで、アルフィーの研究所行けばええことがあるぞと言われて、ちょっとセーブしますね。はい、行きましょう。こんにちは。ん？あ、なんかある、お手紙。おいとし。アルフィーの書き置きだ。どうする？読む。手書きでとても読みにくい。頑張って読んでみた。背景、私に力を貸してくれて本当にありがとう。みんなにはとても感謝しています。でもね、改めて認めるのは勇気がいるけど、私の問題は周りのみんなに解決してもらえるものじゃない。私、いいモンスターになりたい。だから、もうビクビクしながら生きるのは嫌なの。そのためには自分の犯した過ちにきちんと向き合わなくちゃ。だから今からそれを実行することにしました。ただこれだけははっきり言っておきます。これはあくまで私一人の問題でも、もし私からの連絡が途絶えて真実を知りたいと思った時は、この手紙の真上にある入り口に入ってください。みんなには私が何をしたか知る権利があるから。手紙に書いてあるのはそれだけだ。ああ、なるほどね。うん、入ろう。お邪魔します。んー、おー、トイレじゃなかったんや、こう。トイレやと思った。え？エレベーターのパワーレベルダウン。は？おいおいおい。電磁ケーブルの挙動、今日、高度が急激に、あ？高度が急激に下がっています？ゲームオーバー？え？ええことあるってある、ピクルス。お、開いた。どのボタンも反応がない。電源が切れてるようだ。技とか。なんか隠しダンジョン来てもないんやけど？あれ？あれ、私今からアズゴアラスト行くんやけどさ、隠しダンジョン来てしまった。あーらま。あ、なんすか？ナンバーワン。ついに王のエラーを実行する時が来た。私は国民たちを解放する。力を生み出す。私は魂の力を解き放つ。うん。ピン。ナンバーツー。バリアは魂のエネルギーで封印されている。このエネルギーは人工的に作り出すことができない。魂のエネルギーは命あるものの亡骸からしか抽出できない。つまり新たに作るにはこの世界に存在するものを利用するしかないのだ。すなわちモンスターの魂で代用するより他ない。
ナバスロイ。しかし、生きたモンスターから魂を抽出するには素晴らしいパワーが必要。もちろん、魂を抜いた瞬間、本体が死亡するのは言うまでもない。元人間の魂は体の外へ出ても存在し続けるのだが、多くのモンスターの魂は死ぬと消えてしまう。モンスターの魂を消滅させない方法さえ見つかれば。ああ、確かにね。はい。No.5. ついにあった完成した装置を使い人間の魂からある要素を抽出した。人間が死んだ後も魂が消えないのは多分この要素のおかげだ。生き続けたいという意志、運命を変えたいという強い気持ち、私はこの力を決意で呼ぶことにした。このゲームのメインですね。決意がみなぎったってやつですね。新ダンジョン。やべえ、セーブあるんやけど。真実のラボとか言うのが起きるもだね。床にメモが落ちている。ところどころしか読めない。エレベーター停止。真ん中のドア。読めたのはそれだけだ。なるほど。電源ルーム。やべえな。ポテトチップスは20。高っ。なに？ボス戦とかあるん？ちょっと待って、ちょっと待って。広い。入れへんな。なるほど。なんか、新しいゲーム始まったぞ。ナバシックス。王は国民全員に動かなくなったモンスターを差し出すようお触れを出した。今日そのモンスターたちが運び込まれてきた。今はまだ意識のない体が存在するけどすぐに塵になってしまう。でもその前に決意を注入したら、死んだ後も魂を消滅させない方法が見つかれば、私たちが自由になる日は思ったより早く訪れるかもしれない。なるほどね。うおー、なんかすごいとこに来ましたね。てか時間がすごい。時間もね、結構過ぎてしまっておりますが、ちょっと気になりますね。ナンバー9。問題発生。モンスターたちの体が塵にならなくて魂が手に、塵にならなくて魂が手に入らない。お葬式用に塵は返すって約束したのに、遺族からどうなっているんだという当選争いが来てる。どうしよう。手術台のようだ。ベタベタしている。やべえな。いいことがあるって言ったやん、ピクルズ。言ったやん。こととは一体。蛇口をひねった。全部水出しとこうぜ。あれ、動けんくなった。デート会やろ？デート会やったやん、今日。なんか急にこういう展開になりました。バイオハザードですね。はい、というわけでね、バイオハザードの8、あれが出ましたね。はい、というわけでね、関係ないですけどね。はい、今回ここまでにしたいと思います。マジでわかめなんですけど、大丈夫これ。倒したらあかんねんな。私、買い替えても持ってないぞ。というわけで、また次回お会いしましょう。それでは、さよなら、バイバイ。めっちゃ気になるところで終わるな。